久保さん、何やっても何でもできますねだから要はあの発想の転換じゃないですか発想の転換というかまあどう考えるかですよねだからそれもあ100社以上落ちてね俺はもうダメなんだもうダメ人間だって,かんっていうその階層しかないのか待てよとそんだけの経験があれば何かアドバイスはできるぞっていうことで思考を広げていくのかによってその後取れる戦略や,や,るべきやれる行動って変わってきますよね だから、俺には無理だ、私には無理だ、どうせ久保さんだからできたんでしょう、吉谷さんだからできたんでしょうっていう思考の階層だったら、ずっと何もできないですよね。だから自分でできることは何だろう自分が今までやってきたことって何だろう自分が失敗してきたことって何だろうって話ですよね。だからそれをどう広げていくのかっていうことができるようになるとね、あのすごくいいんじゃないかなと思います。 で、なんかあのー、この前ね、あの福岡で対談してきた時も、ちょっとその話をしてたんですけど、あのー、なんだろうな、まあ最近ね、あのー、ベンツを買ったんですよ。ね、鷲津さんがね。で、ベンツを買いまして、で、鷲津さんまだベンツぶつけてないですかみたいな。いや、ぶつけてないです。こうぶつけたら絶対動画撮るでしょと撮り。撮りますね、みたいな。でもはや、も,はやもっとぶつけるかもしれません、みたいな。<laughs> まあそれ、何を話してたかというと、普通だったらね、 あの新車で買いました。車こすりました。もうなんて最悪な日なんだ。で終わるじゃないですか。その回想ですよね。今日はなんて最悪の一日なんだ。新車で買って800万、八百万の新車で買って、もう1週間足らずにして、傷つけて、うわ、最悪だってなるじゃないですか。でもう僕とか鷲津さんレベルになると、ネタ、ネタできたみたいな <laughs> もっとぶつけようかなみたいな。もう <laughs> だから、まあ、言ってたのが、マイナスがないってことですね。 要はマイナスはネタになるのでプラスにできるから人生楽しいよねっていうどんなことでもネタにできるんでも,もはやもうおかしい人みたいなね <laughs> 何が起こったとしてもそれをプラスにできる思考思考があるわけですよでその技術技術というかね動画を撮るとかねそういうこともできるからいくらでもいけるんですよだからまあ久保さんの昔の事例だったらね吉谷さんと名古屋で骨折しましたねみたいなね もう骨折し脱臼したことがネタみたいなね脱臼したねみたいなそう,そうだからまあ何でもいけますよねうん本当に何でもいけると思いますねだから思考も広げてでしかもそれもいろんな手段が取れるようになってそれ,それも行動してくると、まあ、それがもう体系化っていうか、まあ、それがなんだできるようになるので うん、だから試行してもそれをやってなかったらできないのでそれ試行してやる試行してやるでやや,やることによってああこういう結果が出たああじゃあやこれめっちゃええやんみたいなやったほがええやんみたいなねか久保さんも前ウグイスパンを食いながら動画撮って即果が入るみたいなねウグイスパンで即果樹売れるぞみたいなねウグイスパン食ってるだけで即果塾売れるのかすごいなみたいなね <laughs> そう まあまあまあ、久保さんとか僕の境地に行ってももう何でもできるんですけど。だからね、その、マイナスプラス、だマイナスをプラスに変えるというよりかは、マイナスでも OK みたいな話なんですよ。みんなマイナスしたくないですよ。失敗したくないですよ。だ久保さんと僕のレベルになると、別に失敗してもええやんみたいな。それが面白い話になるしみたいな。使え、だ失敗は使えないんですよね、みんな。 だけど、僕たちは失敗を使えるんですよ。わかります失敗が武器になるんです。要は、手持ちのカードってプラスじゃなくてマイナスでもいいんですよ。これいいんじゃないですか、久保さん。手持ちのカードはプラスじゃなくてもマイナスでもいいって話ですよね。あ、これいいな。ね。そう。いや、手持ちのカードないんですよ、と。え、マイナスの、マイナスもないんですかみたいな。<laughs> マイナスのカードぐらいあるでしょ、みたいなね。じゃマイナスのカードを使っていきましょう、と。<laughs> これいいんじゃないですかね。 手持ちのカードはマイナスでも OK みたいな言ってらっしゃい。